こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。今回はごめんなさい、3位のつくわだがま戦ですね。どういう相手かっていうと、正直強い。4位3位で2連来て、今年も3位ですからね。さあ、一人怪我してるんですよね。もう交代、クルミは一周休ませます。このように非常に苦しいですが、頑張っていけたらと思います。今年はホームということもあり、勝率は上回っておりますね。本日も最近定番となった鍋を 作りながらお送りしております。はい、キックオフです。ファールですか。受けた、早く投げて、届かない。みゆき、ちょっとこれは無理があるんじゃないの。おっと、うまい、七個に通った。さあ、ヒラリーかな。なんか直接握ってもよかったんじゃないかな。ファールです。さあ、ここになると交代時が鍵になってきますよね。みゆきナイス。このみゆきがやっぱボール取って拠点になるというのがいいです。みゆきあまり無理すんな。マークが厳しい。2本ファールか。おっと、ノーホイッスルだ。おっと、伊勢崎一瞬の隙を突かれた。先制点を許してしまいました。これですよ、3人守備いるのに。ファールか。おっと、イエローカードですね。弥生がイエローです。さあ、ノーホイッスル。つなぎが上がってきます。さっき選手点を通りましたからね。危なかった今のは。ちょっと疲れはどうでしょう。マドカがちょっと疲れている以外はまだですね。まだ買い時じゃない。キナリーナイス。さあ、エリカに渡ったが、これはちょっと無理だった。さあ、ナートがところどころやっぱりプレーはいいプレーですよね。おーっと、7個超えた。だがちょっとシュートに力が入らなかった。さあ、赤ちょっと危ない。中野、危ない。今もテントライトも蹴ってたら、まともに蹴ってたらテントライトもおかしくなかったですよね。前半終了です。
後半ですね。微妙に前に出します。さあ、ここは夏希が早めに対処。前交代が遅れると他の選手も疲れやすくなっちゃいますよね。これは見る、ファウルか。さあ、緑、チャンス、緑。守備も硬い。ちょっと距離が長すぎて相手に打たれちゃいますよね。伊勢崎、怖い。伊勢崎スーパープレーだ。さあ、ここで選手交代を図ります。さあ、誰が交代させるのがいいか。アイス行きましょう。マドカの2人です。2号がいい、そうなんだ。さつき交代させましょう。あと1人は守備かな、まなみかな。一気に3人交代か。スヤリが上げて、さあそこ待ってるんだな。さあ、そこエリカにファウルじゃない。美穂、すこぼれ球。ひなが、さあ、これでマロッカに渡ったけど、さあ、チャンス、緑、同点。やった、やりました。同点に追いつきました。諦めずに連続してやっぱり攻撃を続けていったことが結果にも出ましたね。さあ、これで一気に選手を3人交代させます。さあ、相手をつく、つくばなガーを選手交代させてますよ。早い。さあ、中野に渡って、ここはおっとおっと危ない。おー、夏希がここはなんとか防ぎました。ファールか。さあ、これはちょっとやばいぞ。思いが超えられた。あー、相手がお見事としか言いようがないです。残り6分でこれはつらい。態度が一気に上がって、左だがラメルに捉えてしまって、それを中野が最後は個人技で持ち込みましたよね。さすがです。ファールですね。うっと、これは結構怪我が、あー、左、なんとは悲しい、運ばれていきます。さあ、7個、やったー、同点だ。オフサイド、アディショナルタイムで同点です。さあ、怪我で奮起したんでしょうね。クラリスが一気に上げて、7個が力のこもったシュートにした。戦ってますからね。さあ、またラメル、アッカー、まだ。さあ、これが最後の攻撃でしょう。おーっと、超えた。なんとか防ぎ切った。格上のチームに同点で終えたのは、まあ最及第点としては評価できますよね。いきなりこれが決まっちゃったんですよね。さて、伊勢崎の活躍はとにかくすごい。
それは無理だった。まどかに奈々子、みゆき奈々子、このそれは無理だったが、趣味がもうちょっと落ち着いて攻めてもよかったかな。スーパーキック、スーパープレイですよね。よくキーパーを防ぎました。2本、この回り込み、これが結局このしぶとさがこの2度につなげての同点劇につながりました。丁寧ですよね。その後アッカー中野と防ぎます。これを夏希が横飛び、後半40分ですね。そして完全に抜け、すごい思いがいたんですが、その思いを軽く抜いて、本当に中野すごい選手です。これでもう、そしてですね、後半44分、ナメルが強引に、これによって会場を余儀なくされます。交代枠もないので10人で戦うことになってしまいます。それがこの奈々子、クラリスが上げたボールを奈々子が拾って、結構距離は長かったんですけど同点決めました。そしてその後ピンチがどんどん続きます。コーナーキックからなんとかクラリスが防いで、2対2、ドローで、この試合を終えました。シュートコースも相手の方が圧倒的ですよね。13本枠内には8本を打たれました。ハードとかも多く、かなり、ハードな試合になったかと思います。ちょっとやっぱり怪我は心配ですよね。なんと骨折で8週間、かなり痛い。引き分けで順位は6位のままです。すごいですね、瞑想で那覇は4引き分けもしてるんだ。一昨年10位だったのに一気に力を上げてますね。すごいね、フラスコのガツとにかく強いんですよね。フラスコの防御がしい感じがします。しまいました。ヒラリは左バックだったので、これは結構痛いです。そう、よく考えればサチコも怪我してますからね。中間陣があんまり余裕のない状態で戦うことを余儀なくされております。
と戦い抜いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ぜひ、動画を次々上げていくためにチャンネル登録、高評価、ご協力よろしくお願いいたします。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。